ですよね、新喜劇は。はい、で1回ね、やっぱり舞台っていうのはもう僕もミスります、はい、緊張もするんですけども、うん、その村上君という後輩がいるんです、うん、寛平さんのお弟子さんなんですけども、うん、その人が若手やからなかなかセリフとかもらえないし、うん、なかなかこうボケのチャンスもないんです、うん、ほんであまり若手というのは、うん、まあ、お芝居の邪魔になるようなボケを入れてはいけないんですけども、うん、一時期ある時ね、うん、石田康史さんの週、座長の週があって、うん、僕も出てたんですけども、カッパ村伝説みたいな設定があってですね、うん、ここは昔カッパがおったという村がある、うん、でもその伝説もちょっと下火になってきて、うん、観光地としてはちょっと寂れてきた、うん、じゃあ僕らでなんとか一念発起、お客さんを取り戻そう、うん、どうしよう、じゃあほんまにカッパ出たっていうことにしよう、うん、お前カッパ役して誰かが見せたら、うん、カッパが来たということで新聞載ったお客さん来るんじゃないかみたいな作戦を打つという流れで、うんうん、はい、カッパが出た、うん、だから1系それで安定になるんです、うん、2系になったらもうそこの村はにぎわってるわけですよ、うん、カップルとかいっぱい来てるわけです、うん、そこに村上君という人がおってですね、カップルで来てるわけです、うん、なら旅館から出てきて、ありがとうございましたみたいな、いやまたお越しくださいね、いやほんま楽しかった、行こうみたいな、いやでも何々ちゃんまた来ようなこのチカラッパ村に、いやカッパ村やがな、バーッと吐きるんです、うん、ここにカッパってカタカナに書いてあって村、うん、はんはん、その川をチカラッパ村のボケですね、また来ようなこのチカラッパ村に、初日吐けたんです、 NGK ドーンになったんです、うん、もう若手でなかなかドーンっていうのもないですし、村上君なんてそういうチャンスが今までなかったんですね、うんうん、ほんだら石田さんがようやったと、うん、よかったなお前、あれはええボケやと、うん、もうむちゃむちゃ受けてたから、うん、ありがとうございますみたいな、いう感じやから、うん、この次の舞台も、うん、また来ようなこのチカラッパ村に、さっきよりもちょっと力強く言ってるんですよ、うん、ちょっと自信もついたし、1回目はちょっとウケるかなみたいな感じで恐ろ恐ろ言ってるんですけど、もう火曜日初日なんですね、うん、水曜木曜ぐらいになってきたら、また来ようなこのチカラッパ村に、決めてるやん、もうすでに決めてるやん、もう立てすぎちゃうかなって思うぐらい、うん、まあでもそれは初めてやから嬉しいんですよね、嬉しいやろな、それ毎回ドーンドーンなってるわけです、うん、で土曜日がテレビ撮りの日で、金曜日がカメリハチェックっていうのがあるんです、一回カメリハで舞台を一応テレビさながらに撮って、それを楽屋で見たい人はみんなで見るというのがあって、次土曜日収録というのがあって、ほんならですね、そのカメリハチェックの時にそのシーンが来るわけですよ、そしたら石田さんが、おー来るぞ来るぞ来るぞ、村上のあの受けるシーン来るぞみたいなことを、まあ楽屋では言うわけですね、村上もアハハアハハみたいな、ほんじゃそのカメラ割りですか、うん、カメリハ見てたら、また来ようなこのチカラッパ村にってこうね、わかりますアップみたいな、はそのカメラさんが名もない若手にこのチカラッパ村にドーンなってるのがファーって言ってるわけです、顔ももう悠々とした銀幕スター張りのこのチカラッパ村にってなってるわけですね、まあでも良かったのとみんなで、わあ良かったやんけ、映画なウケるなこれ、石田さんに褒められて、村上もありがとうございますみたいなこと言ってたんですね、ほんでそのカッパ村という普通の読み方を逆に読んで、チカラッパ村、火曜日2回、水曜日2回、木曜日2回、金曜日3回になってきたら、だんだんどっちが普通か分からないようになってきたんでしょうね、テレビ中継の時に僕は村上の人に来たなと、あ、ウケるやろなここ思ったら、またこのなこのカッパ村に勝負よわへってなって、もうえらい名もない若手がえらいためて普通のコメント言うたから、これカメラさんびっくりしたやろな、だからもうね、多分このカッパ村に普通やないか、名もない若手の名も普通のコメントにカメラグッて寄ったんですよ、お客さんもなんやこのセリフはと、後に繋がるんからみたいな感じで、急にこう朗らかに笑ってんのもミステリー見るみたいな感じになったんですよ、それがちょっとお客さんも主なって、ほんはけたらもう石田さんが村上お前ってなんでやってなんでや言うて、もう全然気づいてないんですよ、こうやってえみたいな、なんでみたいな、だからもう普通のを逆に言うが、チカラッパ村がもう普通になってもうたの、土曜日ではだからもうカッパ村って言うてしまったんや、でまあ本当のテレビはあのカメリハのやつをこう差し替えたので、あ優しいチカラッパ村になったんですけど、4月12日が初めて付き合った日なんです、うん、はいはい、僕が付き合ってって言った日、うん、ほんなら3月末ぐらいだったから、じゃあ12日に言う、うん、あの付き合った日に言うぐらいのまあエピソードはあっていいかなと思ったんで、うん、よう思ったんですよ、うん、ほんでその時僕まだ漫才師の残務処理というか、うん、辞めるですぐ辞めれないですから、ちょっとあってだから会えなかったんですよ、うん、だから向こうのスケジュール的に会えるのはお昼の12時から1時の休憩の時だけなんですよ、はいはい、こっちの漫才も休憩やったから、よしあんなその時やと思って指輪マヤスのこうって、うん、ほんで、ちょっと明日あの昼間一緒にそっちの会社の近く行くから飯食おうかみたいなこと言うと、うん、えうんまあいいけどみたいな
感じになって、まあ、12時ぐらいに本町行って、うん、もうすぐ言うて帰ろう思ったんです、うん、ほんで「おお」とか言って「どこ行く?」とか「そやな」とか言ってもうすぐ言おう思ったんですけど、もう心臓タッ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 ってなって、うん、全然言われへんのですよ、うん、僕向こうのお父さんお母さんに「娘さんをください」って言うのなんて何の緊張もなかったんです、うん、心の中でも全然鼻くそおじくりながらやってますよ、うん、鼻くそおじくらんでもええ、娘さんください、はあ、みたいな、なんでどうして感じですよ。でも、はい、もう嫁はん目の前で別にね、うん、緊張することもないのかもうタッタッタってなってもう言おうと思っても全然言えないですよ、うん、どこ行くとかですやな、うんうん、でもこの辺でもうオフィス街からちょっとどこも混んでんでみたいなすやな、うん、何食べたい、うん、何でもええけどそっちはみたいな、うん、何でもええなやってるんですよ。ほんでまあ定食屋になんかファーって行こうと思ったけどちょっと列並んでるから、うん、こっち行こうかってほんでそれもういろんなとこ行ったんですけどサブウェイというね、うん、あのパンに切り込み入れてなんかいろいろ挟んでするところ、ね、で結局2人でなんか大して食べたもんなかったその時もう食べてはぁってなってほんならもう僕もこっちから喋ることもなんかできへんから嫁はんが結構喋るんですけど、うん、何やこいつみたいな、うん、急になんか昼食うってなったのに、うん、なんか何の用事もなくてはぁ、うん、みたいなまあまあこんな時もあるかみたいな感じで食うてそれで出たらもう50分ぐらいですよ、うん、嫁はんがあちょっと私もう行かなあかんから、うんんだバイバイって言った時にあかんこれ言わなって今日も逃したもう1年後になると思ってあっちょっとあのちょっとってなってあんま覚えてないですよだからもうそっから急激にぐわ緊張したからまあなんとか、僕は あなたのことを幸せにできるかどうかは分からへんけども幸せにするように一生懸命頑張るから僕にはどうしてもあなたという人が必要やということをこの9年間で分かったとあんたと結婚できへんかった多分他に結婚できそうな人おらへんから、うん、俺、まあ、仕事頑張るから、まあ、一緒に支えてくれる的な感じで結婚しませんかみたいなこと、うんまあ、結構もうたどたどしく言った、うん、ほんなら向こうなんかそういう話始まった時気をつけしだして、うん、お願いしますみたいな、うん、言って、まあ、ポケットからこう薬指こう入れてそれ本町の道端ですよいやいいじゃないですかサブウェイのちょっと北側名所になるじゃないですかだからもうこうやって打てる時とかもみんな50分ぐらいやからみんなオフィスに帰ろうとしてるからおじさまたちも OL たちもめっちゃ行き交ってるわけですよもうドラマですよ、はい、ほんでこうバーってなってるしなんか一人の女こないしてるし僕がこうああって言ってるから周りもなんかうんみたいなとか言うてるの見えてるんですけどもう言わな思ってこうなって言ってほんで薬指入れてお願いしますうんまあこれ言いに来てうんだ帰るわバイバイって言って帰る時もはぁーってなってでもう本当になんてこともないというかもう、うん、こっちで言うたら品川の道端ってことですかねまあそんな感じでしょうね有楽町の道端いう感じですかねそんなところで言ってしまったという何のエピソードもいい話ですよいい話ですか本当はもっとなんかこんなねところで言うたりするのがいいんじゃないですかフレンチ食いながらとか貝柱切ったら中から指輪出てくるとか貝柱の中に入ってるのつけづらいでまあなんか食べ物の中にとかねよく言うじゃないですかああいうのはちょっとできない僕割とね恩和やから許せないことってあんまないんですよ、うん、ゴールデンウィーク僕一人旅行ったんですね、うん、6、7、8、6の朝仕事あって8の夜仕事あったから7丸々休みにして家族でディズニーランド行こうかなと思ったんですけどその前の日まで嫁はんと子供は大分のおばあちゃんち行ってるから帰ってきて次また東京行くってなったら子供5歳がしんどいと、うん、やめとこうかでも仕事に入れようかなと思ったんですけどあ待てよと一人旅行こうまで行ったんですね、うん、青森の方に恐山ですけどマジで恐山行ったんですけどね、うん、小さい時に心霊写真の本とかようあったんですよああほんなら恐山ここは霊が集まるところでイタコが口寄せという、うん、死んだ人を おびき寄せる、うんうんうん、ものがあるんです、うん、とかわあ恐山行きたいわちっちゃい時からずっと思ってたんですけどこの年になってずっと行きたかったけど行ってないところって恐山しかなかったんですよで、うん、あ一人でいたこのとこ行こうって行ったんですね僕は朝一泊前乗りして朝電話した時に今日行ってありますか行ってますよってあよかった思って行こう思ったら電車が電線火災、うん、上の電線バー燃えて、うん、1時間半ぐらい単線の中でずっとこうやっておったんですよほんで着くの遅れてバーっていた子いらっしゃるところにパッと着いたら午前中になんかちょっと体調悪いなって病院行きはったんですってなったんですわざわざ青森まで一人で行って行ったのにもういた子のいない恐山
全然、ね、ほんでもう電線火災もうついてないこといっぱいあったんですよ。なんかで夜もね青森で泊まった時にどうしよう思って一人で繁華街行ってキャバクラ行って、うん、一人でじゃあ繁華街もう部屋におっても何もすることないから、うん、夜やし、うん、もう繁華街行ってくださいってタクシーの人に言ってパーティー行ったら、うん、降りた瞬間にいらっしゃいませキャバクラどうですかとかもう会えた瞬間に言うわけです、うん、ほんなら、うん、ああはい行きます言ってキャバクラ一人で行ってなんだ言われてそれはそれで新鮮やんなんだ言うねや思って、うんうん、ああそうですかほんでまあ別に大阪でおるのと何も変わらないことやからこれはあかん思って荒出したいって履けて下に降りたらまだ2軒目どうですかって言われてあはーって行ったら行ったよまだんだんだ言われてあどうもまあどうせもう二度と会わない女の子たちじゃないですかあどうもでバーで降りてうわこれどうしよう思って一人で来たのにいた子にも会われへん大しておもろい話もない俺今日何しに来てんってなってほんでバーってもうでもしゃあないなもう帰ろう思ってホテルにバーって行ったら真っ暗闇のところにこうショーパブって書いてあったんですよ、うんうん、変な蛍光灯で、うん、ショーパブあれ怪しい待てよと思ってあれ俺こういうとこ行かな、うん、来たかいないわと思って、うん、おもろい話できるかもと思ってで降りてあすいませんタクシーのおじさんもうここで降ろしてくださいってパッと降りたら、うん、ショーパブって書いてるところにこう写真貼ってあるんですけど、うん、白人の女の人がみんなこうやってるわけですよそういう店あるじゃないですか南なんかやったら僕絶対行かないんですよそういうところ、うん、でもよっしゃ行こうでもなんか怖いなとか勇気いるでそんなとこはっって言ってバッて入ったんですめっちゃ怪しい感じの雰囲気なんですけどまあいいウクライナ人の方ばっかり、うん、いい人ばっかりウクライナ人の人、うん、あのウクライナというかロシアの方で「はい」っていうのって「ダー」って言うんですって、うん、キャバクラに行けんで「ダンダー」言われてウクライナで「ダー」言われてほんでまあずっと喋っても別に何もなかったんですうわーこんなについてないな思ったのはこれバチ当たったんです行き品の伊丹空港で、うん僕まあカバンとでまあ大きなあの趣味がカメラなんで、うん、カメラのカバンも持ってほんで空港のところでね僕飲むヨーグルトのブルーベリーのやつがパッと見えたから、うん、あ機内で飲もうとか思って、うん、でこう買いに行ったらですね2人がもうレジで並んでたんですよ、うん、でああいうところでちっちゃいじゃないですかここに本とかお菓子あったりとか、はいはいはい、でレジの横にパンコーナー、うん、冷たい冷やこいサンドイッチとか置いてあるところみたいな、はいはいはい、それでこっち並んでたから僕もあっと思って邪魔にならんようにこっち開けようってこう並んでたら、うん、パンコーナーに半分ぐらい体かぶってたんです、うん、でもしゃあないですよね二人いてはるから、うん、ほんならおばちゃんみたいなの後ろ来て、うん、グーやられて、うん、こここうやられて、うん、パンみたいからちょっとのいてって言われたんですよ、うん、すいませんって言ったら僕のきますやん、うん、なさっき押すん先行で結構な力でグイ押されて、うん、パンみたいからのいてって言われた時にマッカーして、うん、腹立ってなんか知らんけどめっちゃ腹立ったんですよ、うん、でパッて見たらもうよれの白の清水みたいな、うん、胸元結構荒れてます的な、うん、割烹着みたいな上のやつあるじゃないですか、うん、あるあるほんでもう畳みたいな青畳みたいな色のスラックスみたいな履いたおばあちゃんチリチリで、うん、ここ束ねててここチリチリチリってなってるどこないやん一個もほんで汗かいてるからここに点々5つぐらいあるんですよパンみたいから乗って言われてムッカーしてパッてみたい、うん、もう手出そうなったんですよ、うんうん、なんか知らんけど急に腹立ったから、うん、ってなったけどあかんわ思ってアイアム座長や思ってこらえようみたいなこらえなあかんででもずっと腹立ったおばあちゃんがあのありますやんバターロール切れ込み入れて、はい、ゆるい卵、うんサランラップ巻いてニッチーなってるやつ、ね、あーなってるやつある何やねんあの下水食べ物みたいないやその好きなんですよ美味しいなんですけどもその押された時点で何やねんこいつと思って全てが肉なってんねそんなバターロールの切れ込み入れて卵挟んでるやつ食うんか思ってほんで焼きそばにも切れ込ねバターロール切れ込み入れて焼きそばサランラップでニッチーなってるやつニッチー好きやなこうやって見るんですよあんなパンねこの人見たらダメじゃないですか柔らかいやつ割とこうとかやったらいいですけどめっちゃうん、どんだけ見たって一緒やんけこれ何やねんこいつと思って腹立つな思って、うん、すいませんほんまこれ懺悔したいんです本当に懺悔の気持ちですよあまりにムカついたから買って帰る時カバンでボーンってやったんです、うん、最低でしょ大阪を元気にしたい吉本新喜劇の座長、うん、ねおばちゃんに押されたこれ腹立ったらしゃあないですけど行く時にカバンでボーンってやっていった俺その後も最低やな俺思って最低な男やな思ったんですけど腹立ってる俺もおるからボンってやったらおばちゃんも何やほんまあの人ほんまとかってまたでっかい声で言うんですよ
ほんで多少顔さしてるからうんってなったらあれ座長やとさっき見たよ、うん、カバンでボンやられたんか、うん、謝りもせんと生きよったってなったらあいつ何やねんお前最初した時俺しれっと黙ってたのになんでお前やめたんすか言うねん思ってうーん腹立って腹立ったからタバコ吸いに行こうまでタバコ吸うとこ行ったんですよバーッと開く、うん、開くとこあるじゃないですかはぁと思ったら3分ぐらいしたらおばはんバーって来たんですよ、うん、さっきのおばはんさっきのおばはんがほんで僕こうドア開くところの一番奥のところでこれタバコ吸ったんですよ、うん、ほんでおばはんバーって入ってきてウィーンってはぁまた俺はってなんか異常者がね僕みたいなこの悪いやつがまた俺は一人なんですよその人だから誰かとってまたおるわ言ってなんてあれですけど一人でまたおるわ言うんですよあいつが悪いんです私は悪くないんですあっちの方が悪いんですみたいな感じでまたおるわそうかやるんですよで腹立ってもうそんなおばちゃんと一緒におったら嫌やしなんかまたおるわって言われたことで何って周りもちょっとあいつなんかなるわけじゃないですかもうええわって長いタバコも消してでもまたおるわって言われたことに仕返ししたなって思ってまたすいませんこれはもう本当にあの懺悔の気持ちで最低なことなんですけども出る瞬間にかかってもない携帯電話出してえおんおんいや今なキモいおばちゃんが謝っとき謝っときやかかってもないのにおばちゃんに聞こえるか聞こえへんぐらいで僕の友達に何かあったんかいや今ちょっとキモいおばちゃんがっていう攻撃してもうたんです最低ですよね、でもそれぐらいはいいですよでも懺悔の気持ちもあったんですけども嫌やなと思ったら飛行機ねすいませんまだちょっとあれ飛行機乗るときにまさか、ね、まさかですよ隣来たらこれはちょっともう奇跡ですよね、うん、でもそれ嫌やと、うん、でも鹿児島行きと青森行きやったから、うん、もうちゃうやろ俺がもうだって時間や思って行ってんのにまだそれだからちゃうわ思ったら僕座ったら前はもう人おったんですよ、うん横は人おったんですよ、うん、よかった思ったらおばちゃん来たんですよ、うん、うわー最悪思ったら僕の前座ったんですよ、うん、でも前後やし前は関係ない思ったらプーンってなった瞬間ガッサー倒してきたんですよ、うん、倒します女の人でプーンってなった瞬間ガーン倒してきたんですよ、うん、こいつ思って、うん、さっきまで反省してたんですよ倒されたことにまたグーン腹立ったからもう膝でニッチー押したおばはんファンのあれみたいにニッチーっと今度おばはんまたこうしてドーンってくるんですよもうそれやりすぎたら友情芽生えるんじゃん最後ほんでまた僕日チやって急に外したりとかおばちゃんがこうやったりとか最低な人間でもそのクリフハンガーも怖かったしタワーハカも怖かったんですよで大阪っていうか滋賀県の方にあるバンジージャンプもまあまあ怖かったんですけど僕大阪のテレビで134メートルからのバンジージャンプですかあれが一番怖かった 134? だからその時世界1位やったんですよ今はなんかマカオかなんか200何本あるんですよねでそれ行くとなって、まあ、全然いいですよ僕高いとこ怖いことはあんまないですしそんな一緒に一回できることかも分からへんから、まあ、全然行きます言うて、まあ、いろんなニュージーランドで中影さんとかとなんかこうグルメを楽しんだりとかなんかいろいろこうしてる中でじゃあ今日はバンジージャンプですってなって、うん、行くってなってパッて見たら山と山の間にロープあるんですよでここにゴンドラみたいな部屋あるんですよ、うんこっちの山からパーって行くんですゴンドラ、うん、で人降りて、うん、これ行くんですよこっちわでここにおる外人さんに紐つけてもらってボーン行くんですよ上がってまたこれが来たらこっちこうみたいなぐらいもう谷完全谷谷底に落ちていくみたいな感じ完全谷ですでパッて見た時にあかんこれは、まあ、みんなねバンジー怖いって言うじゃないですかそれはなんでか死ぬかもしれんからって思うでしょ、うんうん紐ちぎれるとか、うん、でも今までそのバンジージャンプに1万人ぐらいやってて、うん、僕が死ぬそんなまあ運が悪かったらこんな世界で生きていけないですよはっきり言って、うん、だからここで死ぬような運やったらこの先まあ家族とおってもろくでもないことあるからもうそうやったら死んだ方がええ今死んだねぐらいの、はい、だからもう運はある方やとね、うん、普通の人よりちょっとある方やと思って、うん行ったら全然何も変わらないですさっきの人飛べてんから俺飛ばれへんわけないやんけみたいなほうほうとことで行くんですけどただだから紐ちぎれるとかそんなんじゃなく俺の心臓耐えれるかなっていう恐れになったんですそれはでもあるでしょそのなんかやる外人の運気がなさすぎたとかそんなんもいろいろ出てきますからねでも俺心臓いけるかな思って初めて嫁はんと子供に遺書書きましたですねへーなんか分かんないですけどこうもし俺が死んでもママと仲良く楽しく暮らしてくれとそう書いてる時に泣きそうになってけえへんいやでもこれ死ぬかもわからんと思ったから、うん、でまあねえねえママを楽させるようにお前はいっぱい勉強して
あのいっぱい稼げるように頑張ってくれみたいな書いて、嫁はんには、まあ、ありがとうみたいな、まあ、好きでしたみたいなことをちゃんとね書いて書いてあげてみたいな、でまあすごいね、子供のことは頼みますみたいな、うん、ここで死んだと言っても別に悲しいことじゃないみたいな、ここで死んだのはまあラッキーや思って、なんかあの奥様同士お昼喋ってる時に、まあ滑らない話の一つにでもしてくれとしてくれとなんかこう笑われへんよみたいな、これまあこう書いて、うん、よっしゃ思って、それをでもカバンの中に入れて、うん、もしこのカバンは僕の嫁はんとこ行くやろうかって書いて、うん、ほんでもうちょっと怖なってくるじゃないですか、うん、死をちょっと覚悟してるわけですよ。そうっすよな。でバーって行ったらほんまにこう、まあこことしたらね、こんだけ出てるんですよ板が。はい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 。ほんまに足がチョンってしたらもう両サイドこうこう、うん、下下下、うわ怖っ、棒持つとこもないみたいな、だからこうくぐられるんですよ、うん、ちょ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 、このままいったらもうここ下下下、うわこの辺に棒みたいな。ほんでテレビですから、うん、僕パーンって行きたいんですよ、はあ、怖っ怖っ、あーあーって行きたいじゃないですか、うんうん、そうやけどなんかコメントとかやっぱいるじゃないですか飛ぶ前に、うんうん、そのこのフラフラの状態で5分ぐらい降ろされるんですよ。うわ、ま、だもういたらね、ロシアンルーレットここで5分粘られるみたいなもんですよ、ね、もう打つなったら早打ってーなと思うけど、うんうん、あかんみたいな、うんうん、怖さもだんだんグー上がってくるんですよ、うん、上がってマックスの時に小籔さん行ってくださいって、いや無理やりな自分の加減に行かれんかった。ほんで行こう思って、でも行く時になんかはぁってこんなヘタレの飛び方は男としてあかんと、まあ芸人としてええかも分からないですけど、もうその辺になってきたらもう芸人関係ないです、男としてここはもう根性試すと、だからめっちゃ綺麗に飛ぶ、かつ俺はもう絶対目開けとこう思って、この映像なんてもう一生見られへんかも分からない、134メートルから落ちていく映像なんてもう二度と見られへん思ったから、もうこう開けて行ったれ思って、はぁ、あ、って言ったらもう今でも思い出しますね、こっからニュージーランドの景色がぐーなっていって、ブーわーってこう砂利、下砂利なんですよ、川じゃなくて砂利砂利なんです、川この辺なんですよ。なんでここやったよ川でええやな、ちょっとずつ惜しかったですけど、ね、そらそうやろでも134から落ちたらもう川も石ガーンになりますから、まさか関係ないけど砂利ですけど、こっからこういって、うん、うーわー砂利来て開けてってのを未だに覚えてますね。ほんでバウンってなるじゃないですか、うん、バウンであーって なりましたけどあーってなってこうビヨンビヨンビヨンみたいな、怖いわ。ほんでそれが普通やったらねバンジーでこう降りていくじゃないですか、うん、ちょろちょろちょろで下にポフポフのとこにポロンじゃないですか、うん、でもポフポフのとこ行ったら、下が行ったらこっから上がるのまだ時間かかるから、こうひこうするんですよ、上で上げられるんですか、ビヨンビヨンビヨンで止まったらグー上がってくるんですよ、うん、でもその時に足上向いてるじゃないですか、ほんだら足のままグー行ったらあかんから、うん、足をこうパーンって切って こっからこう行くみたいな、だから最初僕 AD の人ですかね、ディレクターの人と僕で2人でその中入ってるんですけど、ニュージーランドの人に「オッケー」みたいな「オッケーオッケー」みたいな、まあ適当なそぞろな英語じゃないですか、ほんなら「お前下バー行った時に」みたいな、ブランブラン止まったら「ここのやつ この紐あるやろ、これパン引け、ほんならここパン外れるから」、ここがパン外れるからここだけなる、うん、ほんならその時にグーグー上がれる、うん、お前ここひっついたままやったら足から来るからこう上げる時上げにくい、だからここから行きたいからここお前ビヨンで止まったここ引けよみたいな感じのこと言うてたんですよ、うん、なるほどなるほど、でまあ飛んでビヨンビヨンビヨン止まった、こうなってる時にあーなんたらかんたら言ってるんですよ、上から英語で何人かも分からへんし、うんうんうん、そのディレクターの人も大して英語できへんかったから通訳もしてくれないわけですよ、うん、なんたらかんたらみたいな言ってるんですよあそうや引け言うてたは思ったけど、めっちゃ空中なんですよ僕、うんうんうん、めっちゃ空中でなんかわけわからない紐ね引っ張る、めっちゃ怖ないですかすごい、これ引っ張った瞬間全部外れてダッいやほんまにそれはあるな、なんだよ誰引いたんやってなったらだからすごいお前下行った時これ引いたらここ外れるからなっていう風に僕は聞こえたけど、お前ここだけは絶対引っ張ったらあかんぞみたいなやったっていうな、お前この紐だけは一応あるけどこの紐引っ張ったらお前ここも外れてここも外れてだってなるでって言うてたかも分からん思ったらもうめっちゃ怖なってきて、うわどうしよう思って、でも全然あなんたらかんたらしか言わへんから、うわこれか、でも他の紐、いやでも他の紐のこと言ってへんし引っ張ったらあかんし思って、その方が怖かったですね、なるほど、ふっってなってはっってなった時にわーってなったんですよ、ブランってよかった思って
おうてたんや、俺の語学力を持って。いや、それで死んだら死にきれんな。だからほんまになんかね、高校の時とか中学の時とか、何先生、俺ら日本人やのに英語勉強せなあかんねんとか言うやつおったんですけど、いやもうこういう時のために英語勉強しとかなあかんねん思いましたですね。やっぱ勉強大事ですよ。あの人一番若いな思ったん、楽屋でちょっと大人のおもちゃの話になったんです。みんなでこう着替えながら出番始まる時、なんか誰かから始まってこういろんな話した時に、なんか飛びっこというものがあると。うん、飛びっこ、はい、なんかこう遠隔操作ができる大人のおもちゃ、うん、まあ本当にまあ18歳以下の方が来られてないと信じてお話しさせていただきますけども、まあ基本的にはブルブルするものがまああると、こういう小さなものが、これブルブルするものには大体こう紐がついてて、ここにオンオフがあったりするのが一般的なものなのに、このコードレスだと、コードがない、こっちでカチャってやったら線もつながってないのにブルブルしちゃうわよっていうのがあるみたいな話をした時に、へえみたいな、みんなこう言ってて、な、桑原さん横で着替えてたんですけども、うんと思ってたんでしょうね。新劇一回終わって上がってきて、あ、ちょっと小籔買い物頼みたいねや言うから、あ、何かね、食べ物か何かかな思ったら1万円パーってできたんですよ。あれってなって、何買ってきましょう言ったら、あのさっき言ってたやろ、えってなって、なんかあのこれわーってなるやつあるやろお前、え、さっき話してたかなお前、え、何やろう、あのなんか飛びっことか言うやつ、えってなって、名前を超えたおじいさん飛びっこ買うてきてくれって言われて、あ、分かりましたってなって、僕もう NGK 近くのところ行って、すいませんちょっと飛びっこっていうやつ欲しいんですけど、ああはい、あの1から5までありますけどって、はってなって、なんなん1から5よ、飛びっこ1、2、3、4、5で人気商品やから、すごいこうバージョン5まであると。ああ、なるほど。1はこういうタイプです、2はなんか蝶々の形をしています、うん、3はなんかパンツの中に入りますみたいな、うん、あ、まあいろいろあるんで、ね、段階をブルブルの仕方を変えれますみたいなって、えっ、ー、と思って、もう一回桑原さんに電話して、飛びっこで1から5まであるみたいな1から5どういうことやって、1はこういう感じで2はあるもうほんだら、どれがおすすめか聞いてくれみたいな、どれがおすすめでしょうか、うん、おすすめ難しいですけども、まあこれぐらいですかねみたいな、なんか、まあ、何やったか忘れましたけど、まあ、3ですね、あ、ほんだら3でええわ、あ、分かりましたとか、ほんだらお金払って、なんか包みに入れてもらって、僕帰ってきて、これ何すんやろな思って、で、あ、買ってきました、おお、そうか、で、これバター開けたら、おお、ほんまやな、これでいけるんか、これでいけるんかみたいな、なんかちょっとだんだん興奮してきてるんですけど、ね、ほんで、あ、はいって、で、これは何メートルまでいけんねや、うん、15メートルまでいきますみたいな、うん、お、そうか、ほんでお前これ持ってお前外でみたいなリモコン持って外でみたいな、ちょっと怒られ口調で言われて、あ、はい、わかりましたって楽屋の外でいて、おい、お、もう離れたかい、お、スイッチ入れてみ、スイッチ入れてみ、おお、フルトル、フルトル、透明に木のこういうとこでガタガタガタ、フルトル、フルトル、フルトルぞ、あれ切って、お、切ったんか、切ったんか、お、こっち来い言って、お、これすごいかな言って、それで終わりですよ、それ木若ー思って、それを持って帰りはった、あのね、楽屋のロッカーにずっと入れてはって、たまに思い出したかのように、前小籔にこうできてもうたな、あれな、全然使うこともないわって、彼女もおらんしなって、ほんまにあんなだけでもう1枚も払って損したわみたいな。でも僕男の人のこの部分とかってね、うん、ほんま見るの女の人以上に僕多分嫌や思うんですよ飯食われへんようになるんですよ。川端さんっていうね、はい、兵藤さんとかと同期の座長おるんですよ、うん、こんな顔パンパンの人がシャワー浴びて出てくるじゃないですか、うん、僕もほんま見たくないんですけど、やっぱりちゃって見てまうじゃないですか、うん、毛深いんですよ、うん、僕あんな見た初めてです。 この辺から毛ブワー生えてて、うん、ここまで生えてるんですよ、こう、うん、何そこ爆弾落ちたのみたいな真っ黒のまん丸、ってなってだね、女の人とか逆にね、そんなん見てるわけじゃないですか、まあ、言うたら悪いですけど、川端さんの奥さんってめっちゃ綺麗なんですよ、うん、スタイルええし、うん、めっちゃ綺麗なんですよ、うん、でもあの爆心地を見ても何とも思ってへんわけやろっていう、なんであの爆心地を受け入れて結婚されたんやろって思うじゃないですか、マジかよってならないですか。まあ確かにね、だから女の人の方が男のそういう爆心地を受け入れるわけでしょ、だからなんか悪いなっていうか。